はい、こんにちは、レトスノムです。今回なんですけども、建築基準法の中の単体規定と集団規定について解説させていただきます。で、これは建築基準法の中でも、もう基礎の基礎と呼ばれる部分なので、まあ、ざっくりと、あ、そういうもんなんだって分かっていただければそれで大丈夫です。詳しい内容については、それぞれの個々のルールですね、個別のルールで勉強していくので、まあ、今回はざっくりと、こういうもんなんだっていうイメージできれば十分です。では一つ一つちょっと見ていこうと思うんですけれども、単体規定っていうのは、その建物単体で見たとき、その建物単体で見たときに、その建物に関するルールのことが単体規定なんですね。他の建物は関係ありません。その建物自体に関するルールが単体規定と呼ばれるものです。なので、建物である以上、全国どこでも適用されるんですね。全国どこでも適用されるルール、これが単体規定です。あの規定っていうのは、まあ、ルールって考えてください。ルールです。例えば構造計算の要否、構造計算が必要なのか必要じゃないのか、これはルールが決まっています。ある一定の建物以上であれば構造計算必要ですよ、ちっちゃな建物については構造計算いりませんよ、みたいな感じで決まっているんですけども、それは全国一律なんですね。例えば木造3階建ての建物であれば、これはもう構造計算が必要になってきます。これは全国一律っていう話なんですね。その他で言うと居室の採光です。居室の採光、つまり人が居住する部屋っていうのは光が入らないとダメなんですね。それはルールがあって、住宅であれば居室の床面積の7分の1以上の窓の面積が必要ですよっていうふうにルールになっております。例えば床面積が21平米の部屋がありましたと、この部屋については21平米の7分の1以上ということは3平米ですね、3平米以上の窓、光を取り込むための窓が必要ですよっていうルールなんです。これはもう全国一律です。どこであったとしても同じルールになってきます。あとは換気部分の面積ですね、これも決まっていて、居室の床面積の20分の1以上、つまり20平米の床面積を持っている居室があるのであれば、1平米以上の換気部分、換気口とかが必要になってくるよと、まあ、いうのが単体規定の具体例になってきます。まあ、細かい内容については、まあ、これから勉強していく中で頭に入れていくと思いますので、まあ、ざっくりとしたイメージです。今言っている内容っていうのは、建物単体、その建物自体に関するルールですよね。その建物について構造計算が必要なのか、この建物について居室部分についてはどれくらいの採光部分の面積が必要なのか、その居室についてどれくらいの換気部分の面積が必要なのかっていうのをお話ししているので、建物自体に関するルールなんだってことなんですね。これは全国一律です。で、一方で集団規定っていうのは、建物とその他の周辺の環境との関係を定めたルールなんですね。つまりこれは地域によってルールが異なってくるんです。地域によってルールが異なってきます。この集団規定の具体例っていうのは、例えば建蔽率とか容積率とか高さ制限とか、こういったものっていうのは場所によって全然違うんですね。ここの地域の建物については建蔽率は 50% ですよ、でもちょっと隣の地域行くと建蔽率は 80% になるよ、みたいな感じで地域によってルールが異なってくるんですよ。で、容積率とかもそうですね。容積率っていうのも場所によって違います。ここは 100%、 容積率 100% だけども、隣の地域行ったら容積率が 200% になるとかっていうのもあるんですよ。つまり全国一律じゃなくて、地域によってルールが異なってくるよ、制限が異なってくるよっていうのが集団規定なんですね。まあ、高さ制限も同じです。まあ、なんで、まあ、今回お話しする内容っていうのはざっくり単体規定と集団規定、まあ、2つに分けることができるんだと。で、単体規定についてはその建物自身のルールであって、周りの環境とか関係なく全国一律で適用されるルールなんだって話ですね。一方で集団規定っていうのは、その建物と周辺環境との関係を定めたルールであって、地域によってルールが異なってくるんだと、まあ、いうような話です。まあ、今回の話だけ聞いてもなんかね、そんなもんかって思われるかもしれません。もうそれで全然大丈夫です。
細かな建蔽率のルール、容積率のルール、高さ制限のルールっていうのは細かくその部分で勉強していくことになりますので、そこでちゃんと細かく理解をしていけば全然問題ありません。まあ、実際の法試験でこれは単体規定ですか、これは集団規定ですかっていう問題、まあおそらく出ないと思いますので、まあどっちに分類されるかっていうのはまあ分からなくても全然構わないです。まあでも実際のところ勉強を進めていくと、あ、これ単体規定だなとか、これ集団規定だなっていうのは分かってくるようになりますんで、まあその点も全然ご安心ください。まあ今回はざっくりまあそういうもんなのかって分かっていただければ大丈夫です。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。